エースタチューオブ、ミラレパフロムザミラレパコンパーコロンブバレーネパールゼツンミラレパミラシェーペイドルジェはチベットで最も有名な仏教修行者聖者宗教詩人の一人である一生のうちに仏陀の境地を成就した偉大なる溶岩行者として尊敬を集め万民に愛されている一般に師であるマルパロツサワと共に チベット仏教四大宗派の一つであるカギュ派の宗祖とされる。ミラレパは、西暦1052年チベット南部のネパール国境に、近いクンタン地方のキャンガザと呼ばれる地にて、チベットの名家である、キュンポ氏族の父ミラシェラプニアルツェントニャン地方の王族の、末裔の母カルモキエンとの間に生まれた。本名は、トエパガットイ、妹、ペタゴンキーと共になに、不自由の、ない。 恵まれた幼少時代を送る。七歳の頃父が病死してからは、父の莫大な遺産を強奪した叔父、ユンドゥン・ギャル・チェンと、オバ・キュン・ァペルデンによって、一家は、メシスの身分に貶められて虐待され、ボロを着て食べるものにもことかく、苦悩に満ちた、悲惨な生活を強いられる。一家を不幸のどん底に陥れた叔父とおばに、激しい憎悪を抱く、母の悲願を受けたミラレパは、 復讐のために黒魔術を学び、習得した呪法によって、おじ一家や虐待に加わった村人たち35人を呪い殺し復讐を遂げる。さらに氷嵐を起こす呪法によって、村のすべての農作物を壊滅させてしまう。こうしてミラレパは、黒魔術によって、巨大な悪号を積んでしまったという。その後自らの悪号の報いに恐れを抱いて、 真の仏法を求めるようになったミラレパは、ニンマ派の王義俗チェーンを成就した、巧妙なラマ、ロントンラガに、弟子入りしたが、ラマに帰依することができず、何の霊的進歩も起こらなかった。そこで、ロントンラガは、ミラレパに、前世からのカルマ的な因縁のある、別のあるラマの下に行かなくてはならないと告げる。そのラマこそが、ミラレパの生涯の死となるマルパロザワであった。 マルパは、インドの聖者ナーローパ、マイトリーパラ直伝の新約密教の宝脈を伝える、成就したラマであり、薬教師であった。ミラレパは、マルパの名前を聞いただけで心が喜びに満たされ、旋律が全身を貫いて、髪の毛は逆立ち、涙は、こぼれ、激しい信仰心が呼び起こされたという、ロントンラガの下から送り出されたミラレパは、ロダクという谷にある、 トールン村の寺院に住むラママルパを訪ねて入門を交うた。マルパはミラレパが初めて自分を訪ねてきた日の早朝、ある霊的な夢を見ていた。死であるナーローパの命で、わずかに汚れた水晶の混合晶をかんので洗い勝利、旗の上に掲げると、それはまばゆいばかりの光を放ち、その光を浴びた六道の鵜状がべて再度されて、私服に満たされ、勝利の神々が、 髪型から祝福を述べているという夢であった。また妻のダクメマも同様の夢を見ており、これらによりマルパは、ミラレパが、チ、ナーローパとダーキニーによって授けられた特別な弟子であることを最初から知っていたのであった。しかし、ミラレパには大いなる試練が待っていた。マルパはミラレパに、石造りで多層階の塔を独力で建設せよと命じ、途中まで完成させると、 それを解体して、材料を元の場所に戻せと命じ、そうさせた。このように、マルパは、場所と設計を変えて、塔の建設と解体を何度も繰り返させるという、理不尽で過酷な肉体労働を長期間にわたって、ミラレパに課した。また、マルパは、激怒して、公衆の面前で、ミラレパをバトを、大出し、蹴り上げるなど、過酷な周知を繰り返した。さらに、 マルパは密教の感情を受ける弟子たちの輪からミラレパだけを何度も追い出すなどして、ミラレパが絶望する教えは弟子たちの中で、ミラレパだけには決して与えなかった。これらはすべて前半生で積んだ巨大な悪業を浄化するために、し、マルパが深い知恵と慈悲によってミラレパに与えた試練であった。ミラレパはそれにより肉体を負傷し、何度も 後悔と絶望の淵に投げ込まれ、最後には、根性で教えを授かる望みを全て失ってしまう。彼は、自分を助けようと奔走してくれた、母のように優しいマルパの妻や、マルパに代わって、教えを授けようとしてくれた、兄弟子が、自分のおかげでマルパの激倫に触れ、大変な窮地に陥っていることを知り、これ以上生きながらいても、恩人に迷惑をかけ続け、 罪を積み続けるだけなので、今ここで死んだ方がましだと考え、自殺を図ろうとする。ここに至って、ミラレパの悪号が、ほとんど完全に浄化されたことを知ったマルパは、ついに、ミラレパを、密教の弟子として受け入れ、先の夢によって、聖者、ナールオッパによって授けられた、ミラドルジェ・ギャルチェンという法名を及び、ミラシェーペドルジェという法名と感情を与え、奥義を伝授し、 陰性修行に入らせた。マルパの下での修行によって、ミラレパは、新薬密教の採用義マハアーアムドラーを成就し、さらに、マルパの誤示するカギュハの法脈の後継者として、チャクラサンバラタントラ、ヘーバジュラタントラ、ナーローの六方など、法脈のすべての感情と奥義を伝授される。その後、すべての教えを授かってマルパの元を離れた、ミラレパは、死の訓戒に従って、 人里離れた山中の洞窟で長期にわたる孤独な苦行に励む。ミラレパー修行中に食べ物の蓄えが尽きると集落まで宅発に行く時間を惜しんで洞窟の周囲に自生するイラクサの水にのみを食べて瞑想修行を続けたため体中が緑色になり痩せをとろえて幽霊のような風貌になったという。また着ている服が擦り切れて使い物にならなくなると 衣服を探す時間を惜しみ、洞窟内にあった散波の布袋を体にまとって修行を続け、それさえもすり切れると最後には全裸のまま修行を続けたという。そのような熱性を込めた精進の末にミラレパはついに様々な人数を表すことができるようになる。昼には意のままに変身し、空中を飛行し、奇跡を起こし、また夜には夢の中で、 宇宙の果てまで探索し、無数の化身を表し仏陀の浄土に赴いて、説法を聞き、無数の上に法を解き導くことができたという。そして、ミラレパは、最終的に完璧な悟りを得て、仏陀の境地を成就する。ミラレパは、文の溶岩の成就によって、体温を制御できたので、接戦より高地でも、面頃ものみしか身につけなかった。これが、 ミラセのレパミラレパの名前の由縁である。また後に、弟子たちもミラレパに習って、白い綿衣をまとい、レパを名乗るようになった。それからは各地を遊行しながら、仏法を宗教史に歌い上げて、人々を強化し、器のある弟子には、感情、瞑想法の伝授を行い、必要に応じて、数々の人数を表しながら、多くの弟子を育成する。最終的に、 多数の弟子たちが修行により悟りを得て、おののが優れたラマとなり、また多くの弟子たちが輪廻から解放され、また三悪主から解放されたという。ミラレパによって再度された弟子たちの中には、ミラレパの妹である、ペタゴンキー、かつての言い名付けで在族の信者である税制、そして、ミラレパが、黒魔術に手を染めるきっかけとなったかつての宿敵である、オバキュンツァペルゲンも含まれていた。 また、ミラレパは、修行先の各地で人に害を加える神魔に対して、説法をし改心させて仏法への消えを誓わせ、修行者を助ける、ご法神としたため、人間以外の多くので死もミラレパによって再度され、またその地は、修行に適した聖地となったという。このように、ミラレパは、絵にある、無数の鬱情を利益し円満に再度したという。こうしてカギュ派の宝脈は、チベットの地に深く、 根を下ろし、その教団は大きく発展した。晩年、ミラレパの名声に嫉妬を抱く学僧ゲシェツアプアが、ミラレパの毒殺を画策した。ゲシェは、自分の目掛けに対して、計画が成功すれば高価なトルコ石と制裁の座を見返りに与えると約束して、計画に協力するよう説得し、毒入りのヨーグルトをミラレパに供用させた。 ミラレパは人通によって、それを事前に知っていたが、縁ある鵜上のサイドは、すべて終わっており、毒を飲まなくても自らの寿命が尽きようとしていることを、知っていたので、下手と、目かけの望みも叶えてやろうとする大事、計画の露呈を知ったと単独ヨーグルトをミラレパから、取り返して、飲もうとして目かけへの代費、そして、鵜上の生命を守るという菩薩の誓願に従って、自らそれを飲み、 深刻な病に陥った。後に、下世は見られパが真の仏だであることを知り、自らの邪悪な行いを激しく後悔して改心し、その後全財産を伏せして、見られパと弟子たちの熱心な経営者となった。見られパは、弟子たちに、自らの死を通して、最後の教えを与えるため、チュバルの地に赴き、大勢の弟子たちに囲まれて、83歳でこの世を去った。 ミラレパの死の瞬間には、その完全な悟りの境地を裏付ける、数々の気づいが現れたという。ミラレパの涅槃の後、太陽のような弟子として知られるガムポパが、ミラレパの誤自する、法脈を継承し、カギュハの競技体系を整備して、教団を確立した。カギュハの法脈は、ガムポパからその弟子であったドゥスムキエンパラに継承され、その後いくつもの支派に分かれて発展し、 化身玉であるギャルはカルマパ17イラによって、現在まで伝承、語呂されている。ミラレパの生涯を記した伝記、ミラナムグルや詩集、ミラグルブムは、現在でもチベット人の最も愛する宗教文学であり、修行者、俗人を問わず、万民にその物語は愛好されている。ありがとうございます。